の、キャンプか。ちょうどいい。医師の村があるあたりはまだまだ先だからな。今日はここで休んでいこうぜ。なんだかんだバトルだらけだったんで助かりますね。それにしてもデクの野郎が一丁前に店なんぞ開いてるとはな。しかも町の一等地に嫁さん付きだぜ。すげえな。あれで俺と盗賊やってたなんてな。お宝求めて世界中駆け回ってたのがなんだか懐かしく思えてくるぜ。兄貴としては嬉しいだろうな。ん？そういやデクとの旅の途中で見つけたあのお宝、今こそ役立ちそうだな。ほうな、お前にいいものをやるよ。今までいろんなお宝を手に入れてきた俺とデク、とっておきの一品だ。なんだ？なんだこれ。その名も不思議な家事台。こいつの上に素材を乗せて不思議なハンマーでトンカン叩けば、なんとびっくりびっくり、金属の剣はもちろんのこと、木のブーメランに、なんと布の服まで、材質を問わずあらゆる装備が作れちまうんだ。すげえだろ。とんでもねえアイテムだな。汗水垂らして家事に励むのは柄じゃなくてな。あまり使ってなかったんだが、お前なら使いこなせる気がするんだ。ていうかこれ持ち歩いてたの？すごいな。どうやって持ち歩いてたんだこれ。ちなみに不思議な家事をするには、作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要なんだ。まあこれおなじみだね。そうだな。まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみる。家事のシステムが出てきたのって8からかな。不思議な家事入門を受け取った。うん。青銅の剣、聖なるナイフ。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中。他にも世界中のいろんな場所で手に入るから、あちこち探し回ってみろよ。はーい。で、今家事ができんのかな。それじゃあさっき渡したレシピの素材をお前にやるよ。それを使って試しに武器を使ってみな。おう。不思議な家事。不思議な家事では手に入れたレシピをもとに素材から新しい装備品を作り出すことができます。レシピや宝箱や本棚などから素材は採取ポイントなどから手に入ります。早速神にもらったレシピの素材で何か作ってみましょう。はーい。新しく覚えた装備を作る。で、今この2つがあるってことだね。めっちゃ攻撃力落ちるけど。ただ生徒の剣は神は上がるんですけど、今神にブーメラン装備させてるんで、それは外したくないんだよな。まあとりあえず作ってみよっか。これどうしまい？懐かしいな。エイトの時にトロデのおっちゃんに作ってもらったな、いろんなやつ。不思議な家事の基本。不思議な家事は叩くで装備の、なんて読むのこれ、地金？地金？を鍛え、仕上げるで完成させるのが基本の流れです。地金を叩くと、青いゲージが伸びていきます。緑色の成功ゾーンで止めると良い結果が期待できるので狙ってみましょう。はーい。叩く。なるほど。3ブロック叩く場所があると。ほい。おお。で、集中力みたいなやつがあるのか。なるほどね。ほい。おお、ここで止めとくといいってことか。じゃあ真ん中。はい。おお。もういっちょ。おお。なんかいい感じ？よいしょ。もういっちょいっとく？あ、超えるとダメなんだ。へえ。あー、なるほど。これでどうなるんだ？多分上のね、温度も関係してるんだろうな。できた？あ、まあ成功。やったぜ。打ち直しの宝珠。打ち直し。素材から装備を作って成功すると、打ち直しの宝珠が手に入ります。必要な数の打ち直しの宝珠があれば、打ち直しで持っている装備品の出来の良さをアップさせる家事に挑戦できる。失敗しても装備品はなくならず、成功すると元の装備品よりもプラスの数がアップします。へぇ、診察設計だね。もう一個のやつも作るか。さて、まあこのね、家事も結構ね、奥が深いんでね。ゆっくりしてたら、すっかり日が昇っちまったな。さあ、医師の村を目指して進もうぜ。じゃあ、木こりの小屋があるんだね。なんかいる。なんだこいつは。犬。また犬か。くん
なんだなんだ、かわいいね。なんかさっきもね犬に助けてもらいましたけど、てんてんと。誰かいんのかな。お邪魔。お、なんかあんじゃん、なんかあんじゃん。うい、鱗で作ろう。鱗の盾、鱗の鎧、いいですね。早速レシピブックが手に入りましたよ。長い年月によって装丁がかすれている、かなり古い本のようだ。あ、そんだっけ。お、割れるぜ。銅の鉱石、はい、小さな鱗。さっきのレシピブック、なんだ、犬がついてくる。なんだこの勇者は、犬に好かれる特性がなんかあんのかな。何もないね。あ、こりゃひでえ、橋がめっためたに壊れてるぞ。これじゃとても渡れそうにねえな。仕方ねえ、他に向こう側に行く方法がないか、この辺りを探してみようぜ。おう、って言っても行きようなくね。あ、この先ってこと。お、なんかあるよ。なんだなんだ、何やら不思議な形をした根に蜜の手のあざが反応してるようだ。はい、手をかざしてみましょう。ちゃっかり犬もついてきてんな。どんだけ懐かれてんだよ。あっこんかこっこん、木を切るべ。なんだ、オーラは木氷、森の恋人、はあ、よっちゃれよっちゃれよ。なになに、なに、な、なに。なに、そんな驚き方する人いるか今時。ああああ、昨日直したばかりの橋が真っ二つ、また一からやり直しだ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。これはひどいな。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。スネオ。なんでこんなとこに出てきてんだお前。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでもくらえ、いたずら変身ビーム。うん、それ。おお。ギョエ。驚き方同じ。ああああああ。いたずら変身。ああ。犬になっちゃった。キキキキキ。いたずら大成功。キコリを犬にしてやったぞ。おいら、やっぱり天才かもね。すごいね、その能力だけだったら魔人ブーと同じだな。チョコレートになっちゃえ、切って。さてと、次はどんないたずらをしようかな。うっててってて。移動の仕方はあんな感じなんだな。めっちゃテンション高えな。お、宝箱。そういや、この宝箱は空っぽだったな。しめしめ。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。ああ、なるほどね、ミミック的なね。じゃあその犬のおっさんを直してあげないといけないんだな、きっとな。今の光景は一体なんだ。お前この光る根っこに何かしたのか。いや、手をかざしただけだけど。で、このワンちゃんが。マジか、このワンコロが木こりのおっさんだってのか。ね、やれやれ、牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。勇者様との旅は退屈そうにねえぜ。ほんとだぜ、ドラゴンに追いかけられたりな、いろいろ大変だ。まあどのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。そうね、さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。そうね、まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。とりあえずそのいたずらデビルをぶっ飛ばせばいいんだな、このワンコロを直すためにな。へえ、同じのが見れるだけか。じゃあとりあえずワンコロは
あ、ついてくれついてくれ、木こりのおっさんがついてくるぞ。あった。キキキキキキキ、来たな来たな。来てやったぜ。じゃ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 ーん、参上、俺はいたずらデビル。いやこれさ、勇者たちが来てくれたからいいけど、これ誰も来なかったらひたすらずっと宝箱の中にいたんでしょ。それはそれで悲しいよな。誰も来ねえなとか言いながらこっそり出てくんだろうな。ほーんで。で。一発で会話が終了してしまうセリフですね。で。うげー、リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。いくぞ。お、来るか。おっと。おいおい、どうした、それで終わりか。もっとびっくりさせてくれよ。おっと、上から目線。なんだと。煽るね。生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。行くぞ。うわっかお、バトルか。いたずらしてやる。お、やるぞ。さあ、油断するなよ。危なくなったら無理せず回復するんだぜ。わかってるぜ。なん、お、ブレードガード。そんなのあるんだ。全然知らなかった。特技なんか見てなかったしな。燃やしてみるか。あんまり変わんねえな。よいしょ。お、ギラマンか使えるんだ。一気に行くぞ。お、来た。ゾーン揃った。さあ、行くぜ。シャドウアタック。強っ。63よいしょ。あ、でも結構いたずらビーム食らっても姿は変わらない。よいしょ。へえ、ホイミ使いやがる。なんか使えるっけ。あ、なんか盗んでみようぜ。いただき。持ってない。なんだよ。たく、つまらんモンスターだな。ほら。あ、何気まずいな。何気まずい。集中しろよ。すいません。すいません。怒られたんだけど。すいませんでした。ちょっと神装備変えるか。ナイフに変えよう。で、よいしょ、あんま変わんねえな。いたずらビームを食らってもそんなに姿は変わんねえな。ちょっとね、ホイミで40回復されたのが結構痛いな。よいしょ。もうひたすら殴ってるだけなんだけど。きた、ギラ。いって、ギラが結構痛いね。ちょっとじゃあ回復しましょう。お、神が倒れる。まずいぞ。危な。危ねえ。お、102ポイント。うわい。なんてこった。ギラが厄介でしたね。オイラの方がぶったまげた。元気だな。やられた割には元気だったぞ。おーい、おーい、旅人さん方。お、復活したか、ワンコロ。まさかあんた、あのワンコロか。ワンコロ。ワン、あ、じゃない、お。俺は木こりの満腹。あんたらのおかげで人間さは戻れただ。いや、ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。何かオラに手伝えることはねえか。まあとりあえず橋を直していただいて、あとはちょっと見つけるもんを見ついてほしいですよね。手伝えることか。なあ、あるぜ。あの魔物が壊しちまった橋は早いとこ修理してもらいたいんだ。そうね。それならお安い御用だべ。橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んでいくといいべや。
ありがとな、キコリのおっさん。そんじゃお言葉に甘えるとするか。そうな。トンテントンテンって。え、めっちゃドリル音してるけど。いやいや、お待たせしてすまんかっただ。いや、全然待ってねえ。壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。すげえな。おう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 。おお、仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。すげえな。それにしてもそこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。見えたね。ありゃよく考えたら命の退治の導きに間違いねえべ。何ですかそれは。命の退治の導き。んが、退治の導きはオラが子供の頃から今は亡きじいさまからよく聞かされてたな。ほう。世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の大樹さいうもんだ。あれだね、オープニングのムービーで流れてたやつだね。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し世界の調和を保つと言われる神木だな。あれかな、ドラクエシリーズの世界樹の葉の世界樹のことなのかな。で、これが？そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた大樹の根っこが顔を出したもんなんだ。命の大樹、とんでもなくでけえんだな。すごいね。そしてあの根は選ばれし者だけに大樹の意思を伝える。で、その選ばれし者っていうのが勇者ってことか。オラのじいさまはその不思議な奇跡を大樹の導き、そう呼んでいたんだ。オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じいさまのほら話だと今の今まで忘れていたぐらいだべ。まあ、それは選ばれし者じゃなかったってことだね、残念ながら。兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし羨ましい限りだべ、うん、髪の毛は関係なくねえか。言っておっちゃんも結構サラサラな気がするけど、キューティクル半端ねえと思うから。勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ。いいのかい。結構重要な話だったと思うぞ。いいのかな。ということで、命の大樹に愛されし者、選ばれし者のみに命の大樹の意志が伝えられるという大樹の奇跡を起こした者に贈られる称号。へえ。とりあえずセーブさせてくれ。おお、帰ってきた。おお、平和そうだね。よかったよかった、変わりなく。おお、母ちゃん、なんだなんだ、てっきり襲われてるものかと思ってました。医師の村帰ってきました。お兄ちゃん磨けない顔だな。旅の人かい。ここは医師の村、何にもないところだがゆっくりしていくといいさ。見ない顔。え、あんたがこの村の出身だって。ふっはっは、何バカなこと言ってんだ。お兄ちゃん面白い。いや、あんたが何言ってんの、ちょっと。え、まったく、これだからハゲチョビンは大地の精霊を見ておられます。さっさと勇気を出しなさい。ほう、ん、何何何。あ、どうも。おや、旅の方とは珍しい。どうぞごゆっくりと言いたいところだが、この村には宿がないんだ。いや、旅の方じゃないんだけど。しかし親切なペルラさんなら家に泊めてくれるかもしれないぞ。いや、そら母ちゃんだからね。東の高台にある家を訪ねてみるといい。ん、話せる仲間がいない？あれ？神がいないんだけど。どういうこっちゃいな。東、とりあえず家に向かえばいいのか、じゃあ。ただいま、母ちゃん。お帰りなさい。お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。すごいな、驚かねえんだな。お腹が空いたでしょ。さ、早くテーブルに。何？
そんなに驚かんでも。何？あんた誰なんだい？いや、誰も何も密ですけど。え？密は自分が密であることをペルラに伝えた。まあそうだろうな。何言ってるんだい？うちの子はまだ6歳だよ。6歳？お前さん、私をバカにしてるのかい？いや、バカにはしてないけど。え、何？ん？さ、とっとと出て行っておくれ。でないと人を呼ぶよ。いやいやいや、ちょっと。何？10年前ってこと？何？何何？あ、何？タイムスリップした的な？10年前に？どういうことよ。で、あそこに10年前のエマちゃんがいるのかな。あれ？どこだ？あ、あそこか。あそこか。いたいた。ちっちゃいなールキー。ちっちゃいなー。どうも。私のスカーフ？あー、これか。どうやら少女のスカーフが木に引っかかってしまったようだ。取ってあげましょう。はいよ。ありがとう、お兄ちゃん。いいえ。6歳ね。私、エマっていうの。お兄ちゃんは？エマちゃんは変わらんね、本当に。いや、探してはいないけど。テオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。おじいちゃんが、あ、そうか。10年前だと生きてんのか。行っちゃったけど。あそこか。あ、ありがとね。これ10年前の自分に会っちゃって平気なの？ねえおじいちゃん、はしご知らない？はしご。喋った。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。おじいちゃん。わかったわかった。待っておれ。今行くでな。手おじいちゃん。およ。はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。なんかすごいな。ドラクエ5みたいなことが起きてますけど。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？うん、知らないよ。いや、君、僕。君は僕で、僕が君だよ。うん。あの青年はわしに用があるようだ。二人は向こうで遊んでなさい。はい。おじいちゃんは勘が鋭いんだね。さてと、お前さんもあの子じゃな。そうです、はい。そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわい。なんかね、もうこの聞き慣れた声で言われるとね、おじいちゃんね。そんな辛そうな顔をして一体何があったというんじゃ。わしに話してみなさい。おじいちゃんすごいな。適応能力パないですね。いや、医師の村を出た後にね、デルカダール王にね、牢獄にぶち込まれたんですよ。なるほど。どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようだな。頼りにしていたデルカダール王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。まあでもそれはおじいちゃんのせいじゃないけどね。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、うん、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。何、勇者であるってこと？だがこうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。はい。村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。ほう。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。おお、すげえ分かりやすく教えてくれんじゃん。バカな僕でも分かりやすく理解できました。ありがとね。
あ、おじいちゃんが透けてる。しかし大きくなったの。これほど立派になったお前を見ることができ、わしは過保護者じゃ。よかったね、おじいちゃん。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。うん。わしはお前のじいじで幸せじゃった。なんでそんな悲しくなるようなこと言っちゃうかな。ああ。え、これおじいちゃんだけが消えちゃったの？どういうこと？あ、お兄ちゃん、さっきは俺を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。いいえ、君も何とも思わないのかい、こんなそっくりな。またこの村に遊びに来てね。うん、まあ、来るけど。ごめんね、なんか僕のせいでおじいちゃん消えちゃったけど。行ってみましょうって言っても、おじいちゃん消えちゃったけどって、君たちも消えてく。あ、これで10年後に戻ってくるってこと？あ、帰ってきた。あ、なるほどね、紋章が反応してたんだ。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か？おお、神帰ってきた。うおー、いや、ひどいな。まったくひでえことしやがれ。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。なんかもう4の時にもね、勇者というか主人公の村が魔物に襲われましたけど、お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。人間にやられたっていうから余計に辛いな。そういや、魔物じゃなくて。お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいになんか見えたのか？過去が見えたってことか。おじいちゃんと会ってきたよ。へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。そうね。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあじいさんの言葉を信じて医師の大滝とやらに行ってみるか。いや、まあそうなんだけどさ。医師の大滝は村を出て東に向かったところなんだな。まあそうなんだけど。辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ。え、これ村のみんなはいないの？あ、誰かいる、誰かいる。ちょっと、私は旅の神父デルカダールで不穏な噂を耳にし駆けつけたのですが、一足遅かったようです。悪魔の子を育てた罪深き村を裁きの炎によって浄化したとデルカダールの王様はおっしゃいました。しかしこの光景を前にして、誠に罪深きはどちらか私にはもはや分かりません。幸いデルカダール兵たちも教会を壊すのはためらわれた様子。教会の奥にあるベッドで体を休めていくことができますよ。そうね、セーブはしないけど。いやー、辛いな。これドラクエ4がリメイクしてさ、このグラフィックになった時にちょっとショックで、あのシーン見れないわ、絶対に。うわー、これは辛いなー。